で、また続けていきたいと思います。音声がちゃんと入っているかどうか、見てみたいと思います。あ、入ってますね。この青いところが右に行けば行くほど音が大きくとっています。この、なんとかスタムを乗り始めて1ヶ月ぐらいは乗っているシートは柔らかすぎるのか、腰が沈みすぎるのか、よく柔らかいソファに長時間座っていると腰が痛くなるのですが、それが原因かなと思いました。視界が広い分、椅子もこう、なんて言うんでしょう。どうしましょう。ちょっと待ってください。ペイントでちょっと解説してみたいと思います。うまくできるかどうかわかんないんですが、こういう時に絵が上手い人がいたらいいなと思いました。ちょっと待ってくださいね。上が乗用車の時の、体の線です。これは足です。で、こう来て、こう、これが腰ですね。で、ここに頭があるという感じで座っていました。これは乗用車です。一応、まあ、深くのめんどくさいので、まあ、乗用車ですと。で、K だけ書いてきます。K。で、軽自動車の場合は、軽自動車じゃなくて、ハンドカスタムの場合は、座ってる位置は頭があります。頭から入ってしまいますが、で、胴があって、こういうふうに、ここが足になります。足というか、太ももになります。太もも、で、こっち側が、こういうような感じで運転するのです。だから、上下に揺れたときに、なんて言うんでしょう、腰で直接上下の運動 を吸収するような感じがするので腰が痛くなるのかなと思いました。この乗用車の場合だと、なんて言う、この背中全体で体重を支えているような感じがするのです。ただ単独カスタムの場合だと、ここの腰の部分だけで、上下の振動とかを吸収するので腰が痛くなるのかなと思いました。でしばらくは腰が痛かったんですが、運転席のシートに肩板みたいなのを引くようになってから少しはマシになりました。保存しません。ですね、これもまた食べてレビューを載せてみたいと思います。今は牛丼は、吉野家で牛丼、豚丼を頼むとパックに豚丼を入れてタレを入れて電子レンジで温めるんですが、でも美味しいのです。牛丼より値段も安くて美味しいので、吉野家ではもうほとんど豚丼しか頼んでいません。で、あと吉野家の七味なんですが、全然辛くありません。何度もかけても、結構かけても辛いという、まあ辛くなりません。だから松屋とかすき家とかは、吉野家の唐辛子と、まあ辛、唐辛子ね、七味ですねのように入れてしまうと辛くて舌がヒリヒリします。そうです。この時はまだ松屋フーズの納豆定食が、ネギはついていませんでしたが、今はついています。2010年3月現在だと、松屋の納豆定食にネギはついています。これ3000分課金された人ですね。この後どうなったのかというのはちょっとわからないです。4月になってきました、結局これは日本ファンタジーノベ大賞には原稿を送ることができませんでしたが、
まあそんなことはないみたいなんですが、そうですね、強いダコを頼んだから量が少なくなるというわけではなさそうなんですが、この回ちょっと覚えていません。これ4月、4月ということは16期生のことを言ってんのかなと思うんですが、今日その卒業式を迎える、卒業スペシャルを迎える、あれどこだった、人たちだと思うんですが、どうなのかなと思いました。ただこれは本当に、これは別にこのから騒ぎに出ている人について言ってるわけではないんですが、高校生全体として美人が多くなったなと思いました。身長も自分の高校の時よりはかなり伸びていると思います。そうです、まだここの、当日勝因というふうに読んでしまったので、決心というふうにまだ入れています。もちろんと甘い目様はほとんど見なくなりました。やっぱり WBS の小谷さんの影響が強いのかなと思いました。小谷さん自体そんなに能力がある人のような感じは受けないんですが、たまに小バカにしたような笑いとかがあるのです。でももう、WBS はやっぱり小谷さんが出てた方が締まるというと、ブランドイメージみたいな感じになっているのかなと思いました。で、WBS に仮に、末竹さんが来てしまうと、ゆっくりニュースを見るという感じではなくなってしまうな。テキパキとしすぎて、時間帯によってやっぱニュースもスピード感というのが変えてくるのかなと思いました。朝とか、まあ、株式市場が始まる前とかだったら、必要な情報を早く出さなければいけないので、小谷さんみたいな人が適していいのかなと思いました。WBS の小谷さんが、末竹さん、株式ニュースが始め、株式が始まる前に、必要な情報を的確に伝えるっていう条件下だったら、やっぱり末竹さんがいいのかなと思いました。小谷さんだったら、そのテキパキと、情報を整理して要約して話すというのはちょっと難しいのではないかなと思いました。要約はできるとは思うんですが、それが時間内に終わるのか短時間で済むのかという点で言えば、やっぱり末竹さんの方が分があるのかなと思いました。逆に末竹さんが WBS に担当になった場合はどうなんだろう。仕事から帰った人はゆっくり今日のニュースを見るという環境下では、末竹さんのテキパキさがかえって疲れてゆっくり見るということにならなくなってしまうのかなと思いました。今日あった出来事を、まあ、夜のニュースですが、夜というかまあ22時ぐらいのニュース、22時深夜帯、21時からまあその26時ぐらいまでのニュース番組は、今日あった出来事をなるべくゆっくりしたテンポで紹介するのがいいのかなと思いました。滝井さんだとやっぱり年齢的な意味があるのかなと思いました。能力は滝井さんの方が、能力というか聞き上手なような気がするのです。滝井さんはただ年齢が若いから深夜の番組のキャスターになってしまうとどうなのかなというように思いました。夜やるニュースは、視聴者が随分年齢が高いような感じがするのです。ちゃんとデータを取ったわけではなくて、自分の勝手な、主観的な意見ですか。本当に滝井さんは、聞き上手だなと思いました。そうか、塩田さんはもう復帰しないのではないかなと思いました。